はい、実況させていただいておりますシロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、ゲームセンター CX 有野の挑戦状からですね、コズミックゲートですね、こちらをやっていきます。こちらね、ギャラガみたいな感じの、インベーダーゲームになりますね。はい、でこちらね、やっていきますね。はい、これですね。はい、じゃあ始めますね。シンプルなんでね、完全にギャラガですから。こんな感じのね、ほんとシンプルなシューティングゲームですね。あぶね。あと1体。はい、クリア。あれ壊したらね、ワープできるんですよ。14名まで行きましたね。あー、クソ、取れんかった。あー、もう、まだ始まって2分しか経ってないのにな。もう2機死んでる。あー、ゲームオーバーや。2分でゲームオーバーってどういうことやねん、おい。これはもう1回やるぞ、もう1回。これは納得いかないわ、ちょっとね。さすがに下手すぎるやろ。あれ、スタートボタン、これか。やっぱね、これね、DS をなんかね、タブレットに固定させながらゲームやること自体がね、無謀なんですよ。そんなもんうまくね、操作できるわけないやん、そんなもんね。実力発揮できるわけないんですよ。下手になるの決まってるわ、そりゃ。でもこれしか方法がないんでね、どうしようもないんですよ。やっと1名クリアした。パワーアップや。そう、貫通弾が出るんですよ、パワーアップするとね。だいぶ楽なんで、これがあればね。あぶね。もう死んだらね、あー、もう死んだらパワーアップなくなるから慎重にしなって言うてたら死んどったやんけ、おい。やっぱりどうしてもあれやな、このタブレットに固定させてゲームやってること自体がね、これね、無謀ですよ、本当に。これボーナスステージか。まあ俺のデコが映ってんのが気に入らんな。俺のハゲたデコがね、映ってんですよね。どうしてもね、それはどうしようもないか。あぶね。
あれどこ行った、あ、おった、はい、クリア。ああ、しまった、もう。あと2機。よし、クリア。6面ね。おお、怖っ。すげえ弾撃ってきてた、今。パープやパープ。よし。これは、ね、貫通するからだいぶ楽なんですよ。危ね。ああ、危な。今危なかったぞ、めっちゃ。何発かに一発ね、貫通弾が出るんですよね。めっちゃ便利なんですよ、これね。やっぱ違うな、貫通弾あると全然違うよな。あ、よかった。9面ね。ほとんどね、貫通弾が仕事してくれるんでね、ものすごく助かりますよね。ほらほらほら、一気に倒してくれるからね。あと1匹よ。はい、終わった。10面ね。これ確か60面ぐらいまであるんじゃなかったかな。確かそうやったと思う。あぶね、あぶね。あと1匹。うわ、命中率悪いな、おい。一匹ってね、命中率難しいですよね。ボーナスステージ。どれだけたくさんの岩石を壊せるかっていうやつでしょうね。はい、終わり。はい、12面かな。はい、おお、すげえな、貫通弾威力が。気持ちがいいね。よし、終わった。13面。あー、しまったー。もったいないな、おい。これだいぶ違うんですよね。貫通弾なくなるとね、だいぶきつくなってくるんですよ。あー、しもた。あかんな。やっぱ厳しいな。貫通弾なかったら難しくなるな。よし、クリア。14面。
これ最初にプレイした時はね、ワープで14名まで来ましたけどね。今度は、あれですよ、実力でっていうか、うわ、よし、貫通弾出た。よし、取り戻したよ、貫通弾を。よし。しまった、無理したらあかんやんか、おい。もったいなかったな。ゲームオーバーになっちゃいましたよ、もう。ボーナスステージでもこれ、残機減るんですね。はい、じゃあこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。はい。そかそか、女の子になってるんですよね、キャラがね。お前誰やねん、なんでうちにおるんや。俺か。俺はアリノ。お前一体何なんや。実は、ゲーム魔王未来から来た。ゲームやらないと帰れない。お前、おもろいこと言うな。分かったぞ。つまり俺と遊びたいんやな。そうか、俺もな。ゲームをする仲間が欲しかったんや。ちょうどゲーム買ってきたから、お前も一緒にやろうぜ。じゃーん、これや。コズミックゲート。知っとる？コズミックゲート。今、ゲーセンで流行ってるゲームや。はい。何？懐かしいって何やねん。ゲーセンで人気の新作やぞ。虫みたいな敵をかっこええ戦闘までやっつけるんや。戦闘機でやっつけるんやか。そんなゲームがうちで遊べるなんてすごい時代やな。早速やってみようぜ。はい。どうや、子供になった気分は。ゲームも手に入ったことやし、早速挑戦してもらうで。今回の挑戦はこれや。コズミックゲート、ステージ5をクリアせよ。ステージ5か。この挑戦はステージ5をクリアしたら達成だ。ただし、ワープゲートなどを使ってステージ5を飛ばして、先のステージをクリアしても挑戦クリアとは認められないぞ。はい。コズミックゲートでステージ5をクリアしてみろ。最初の挑戦やからちょっと簡単にしといたで。ワープしてステージ5より先に行ったりして、挑戦に失敗したなと思ったら、下画面の右上に出てくるリセットをタッチしろ。竜巻コズミックゲートのタイトルやからやり直せるで。ほな、頑張りや。はい。なんや、今のやつ、ちょっと俺に似とったけど。なんやって、俺が未来の俺？嘘や、きついわ、あんなおっさんになるの嫌や。しかし、お前の話はほんまやったんやな。あんなん見たら信じるしかないで。何ぼやっとしとんねん。早すゲームしようや。ゲームをクリアせんとお前は帰れへんのやろ。ゲームの選択でお前遊びたいゲームを選んで、ゲームの開始で A ボタンを押せばそこにゲームが始まるで。じゃあ早速ゲームやろうぜ。俺はサポートを担当するわ。はい。はい、ゲーム開始。はい。インベーダーゲームですからね。はい。これもこのゲームに入ってるオリジナルのゲームなんでね、非常に面白いと思います。はい。5面クリアすればいいのか。かなりね、進化してるんですよね。ギャラガとかと比べたら、だいぶね。ああ、しまった。むずいな。もう一面で一気死んでるもんな。これノルマ達成しないと次のノルマにね、次のゲームに進まないんでね。パープですね。そうそう。これね、ちょっとこう、貫通弾がね、たまに発射されるようになるんですよ。ちょっと攻略しやすくなりますね。ただ、死んでしまったらまた、なくなるから気をつけなきゃいけないんですけど。危ね。
怖いな。あと2体倒せば一面クリアですけど。うわ怖いな。あともう1体。よし、これでステージ3か。これで、はい、ボーナスステージですね。ステージ1かと思ってたら、ステージ2をクリ、もうすでに2をクリアしてたんですね。いや、このゲームがテレビでプレイできるのは嬉しいですよね。夢でしたからね。はい、4名。はい、貫通弾持ってるからだいぶ楽ですね。死なないようにしないといけないですね。貫通弾持ってる状態で保ちたいですよね、なるべくなら。あぶね、あぶね。はい、ここクリアしたらノルマ達成ってことですね。はい。あぶね。うわ、怖っ。今ちょっと今危なかった。攻撃が今激しかったから、さっきの。まあ残機いっぱいあるからな、大丈夫でしょうけどね、なんとか。よし、はい、クリアしました。一機だけ死んでしまいましたけど、なんとかクリアできましたね。お前ゲームうまいな、なかなかやるやんけ。実はお前結構このゲームやり込んでるな。初めてやった。実はまあやったことあるんですけどね。そうじゃねえかと思ったんや。指の動きは素人だ、全然ちゃうもんな。そうそう、もっとゲームのこと知りたかったら、ゲームの雑誌が本棚にあるか読んでええぞ。メニューのゲーム雑誌を選べばいつでも読めるで。いろんなゲームの情報が、攻略テクが載ってるんや。はい。それと今更お前には必要ないかもしれへんけど、説明書を見るでは、ゲームの説明書が見られるぞ。ちなみにお前は説明書を読むタイプ？やる前に見る、困ったら見る。困ったら見るですね、僕はね。素直に最初から説明書読んだらええやん。俺か、俺は絶対読まへん。説明書を読んだら負けやと思ってる。もう僕もそう思ってますからね。何でも説明書読まない方タイプなんですよね。困った時だけ読むっていう感じですね。よくクリアしたな。だけど挑戦もまだまだ始まったばかりやで。次の挑戦はこれや。あ、まだコズミックゲートでやるのよ。ワープゲートで2回ワープせよ。この挑戦は各面に隠されたワープゲートを見つけてゲームオーバーになるまで2回ワープでできれば達成。ワープゲートの出し方はゲームの出し順を見て勉強してくれ。ワープゲートを出現させて2回ワープしろ。どうやったらワープゲートが出るか分かっとるか。これが分からんようでは挑戦クリアなんてできへんぞ。ほな頑張りや。こいつ未来の俺なんやろ。俺未来では何してんの、しとんの。たくわん忘れてる。ゲームやってる。え、マジでゲームばっかやってんの。うわ、めっちゃ幸せやん。すごいな、未来の俺。みんな幸せで、そんな幸せでええんかいな。いかんような気がする。よっしゃ、俺あんまゲームやらんとこ。大人になったらゲームできるんや。無理して今やることもないな。ゲームお前にやらせたるわ。でも、後で一機だけやらせてくれへん。これか。コズミックゲートの。これか。左の写真を見てくれ。光っている敵がいるだろう。最初に校長を倒せばワープゲートが出現。一気にステージを進むぜ。最初か。クリアには欠かせないテクニックだぞ。最初にか。
最初にやらなあかんのか。2回やればいいよね。最初に倒さなあかんのか、光ってるやつを。かなり難しいな。これか。あー、もうダメや。むずいな。しかも2回もやらなあかんのやろ。お主やるな。まあ、昔のね、僕の、あぶね、DS のね、実機でも実況プレイで、ああ、やられた。ゲームオーバーになるまで2回やらないかんってことか、ワープ。あぶね。一番最初のやつ、どれやって、これか？あ、出た、来ましたね。あれをほんでね、壊さないかんですよね。出てきたやつを。難しいな。危ね。これでワープですね。1回目ワープ成功ですね。14枚か。こいつか。来た。はい、オッケー。これでクリアですね。はい、おお、やるやんけ。またクリアしたな。こんなにうまいなんて、お前やっぱゲーム好きなん？普通です。AD 井上のね、言葉ですよね。普通ですって。大好きですよ、もちろん。そうやな。お前ってゲームが大好きそうな顔してるもんな。まあ、ええか。そんじゃ今日もゲームやろうぜ。あれ何よ、友達来とんの。それならそうと早く言うて、おやつ持ってくからちょっと待っとき。なんやねん、別に持ってこんでええわ。うちのおかんいちいちうるさいねん。気にせんとゲームしようぜ。またクリア したみたいやな。だがまだまだ挑戦は続くで。次の挑戦はこれや。またコズミックゲートな。アステロイドゾーンで巨大隕石を破壊せよ。この挑戦はアステロイドゾーンに出現する巨大隕石を破壊できれば達成。時期がパワーアップ状態とより達成しやすいぞ。アステロイドゾーンは3ステージ目以降の4面ごとに出現だ。まあ、ボーナスステージみたいなもんですね。はい。ちょっと難しいで。早く帰りたかったらサクサククリアしていくんやで。はい。みたいな次の挑戦がなかなか難しそうやな。でも安心してくれ、新しいゲームを雑誌を買うてきてやったで。今月はコズミックゲートのすごい技が載ってるんや。これを試してみたら挑戦をクリアできるかもしれんな。ちなみにお前ゲーム夢中になりすぎて挑戦の内容を忘れてしまったりしてへんか。そんな時はゲームの選択でゲームを選んでから挑戦上の詳細で A ボタンを押せば挑戦確認できるで。詳細か。はい、これはさっきやったよな。アステロイドゾーンの秘密、巨大隕石を破壊せよ。アステロイドゾーンに出現する巨大な隕石、これが壊せることが分かったぞ。たくさん弾を打ち込まないといけないが、破壊できればなんと1万5000点の特大ボーナス。ハイスコアを狙うためには絶対に逃がせないポイントだ。パワーアップしてないとダメってことですね。そういえばセーブしてなかったよな。まずパワーアップしてないとダメですよね。あの貫通弾がないと。
貫通弾ないとダメですね。もうこの、あの敵はね、下に来たらもうね、近づかない方がいいですよね。上から来るのを待った方がいいですね。ワープはしない方がいいな。ワープ、まあ最初に、あ、ワープや。これですね、貫通弾。この状態で、ボーナスステージに行けばいい。あ、危ね！今危ない。当たるとこやったな。これ絶対持っとかないと無理ってことですよね。これ持った状態で、3面クリアしないといけないってことですね。はい。よし、これでクリアですね。じゃあ、ストレートゾーンね。でかいやつを、でかい隕石を破壊すればいいんですね。はい。一番でかいやつ。で、できたらもう集中攻撃ですね。あ、これか。よし、オッケー。はい。よっしゃ、今度挑戦もクリアやな。だんだん上手くなってきた。あんまり画面オペラにならんようになったな。なんや、これなんか変なこと言ったか。ゲームオーバーのことですね、画面オペラって。もしかして、読み方間違うてる？お前は、なんて読んでんの？グエム・オーバーヌ。ゲームオーバーですね。画面オペールともね、アリの課長は言ったこともありましたけどね。はい、ゲームオーバー、なんやそれ。これだから、都会っ子は嫌やねん。難しいことばっかり言うよる。言うやろ。画面オペラってローマ字で書いてあるやん。はい。はい。なかなかやりよるな。この挑戦もクリアするとは思ってなかったで。さあ、次が最後の挑戦や。またやんの？こいつミックゲート。20万点。とにかくスコアが20万点超えられば達成。裏技を使ってもワープを使っても何してもスコアが20万点超えたら挑戦クリアと認められるぞ。コズミックゲート20万点スコア叩き出せ。この挑戦はかなり難易度やで。クリアできるもんならクリアしてみ。ほな頑張りや。どうやらこれが最後の挑戦みたいやな。挑戦をクリアしたらお前とはお別れや。なんかちょっと寂しいな。でもお前が帰れるのが一番や。最後の挑戦も頑張ってくれ。これセーブできんちゃうの？雑談。やめるってやったら、挑戦クリア記録保存するで、内容は保存されへん。遊んでるゲームの内容は保存されへんってどういうこと？ああ、そういうことか。じゃあ、ここまでの記録保存するか。分かった、じゃあ保存しようか。よし、保存完了や。もうちょっと遊ぼうか。続けたい、もうやめた。じゃあ、続けてみましょう。はい。20万点か。ちょっと、あれやな。高得点を狙える方法、あれした方がいいね。回数を狙うテクね。前列の一番上の敵が、上にいる敵がボスだ。こいつが、ガード2体を引き連れて飛んできた時に、先にガードを倒してからボスを倒すと、テクニカルボーナスというボーナス得点が入る。回数カを狙うためには、必須の上級テクニック。一番上のボスって赤いやつがボスか。こいつがガード2体を引き連れて飛んできた時に、先にガードを倒してから、ボスを倒すか。もう一個あるんね。隕石を落として高得点ゲット。アストロイドローン。隕石を壊せばボーナス点が入る。撃って撃って撃ちまくればハイスコアは夢じゃない。あ、まあね、確かに、まあボーナスステージやから、そりゃそうかもな。
テロイドに現れる中サイズの隕石を破壊するたまに写真のようなアイテムが出現すると、1アップが出るんですね。これ東島ですね、 AD 東島ですよね。新作情報みたいなのもあるわけですね。これも東島ですね。編集長になってんのよ。なるほど。じゃあやってみましょうか。20万点はちょっとかなり難易度高いな、これは。20万点ね。かなり難易度高そうやな。とりあえずゲームオーバーになるまでに20万で取るってことですよね。もちろんもうなるべく死なずにもうできるだけ進むって感じでやった方がいいな、これ。いや、昔もちろんね、このノルマ達成はしたことあるんですけどね、実機でね、やった時に達成したことありますけど、まあ、全てのこのね、収録されてるゲームのノルマ全部達成したことはもちろんあるんですよね。このゲームソフトを買ったばかりの頃ね、やってるんですけど、もちろんこれあんまり深追いしない方がいいんですよね。上から現れる時にこう倒す方がいいんですよ。こうなった時はこういう時にね、狙いにくいな。4000、まだ4000点やもんな。ああ、すみません、危ねえ、今、当たるかと思った。今、ちょっと危なかった。あ、パワーアップは絶対取った方がいい、これは。だいぶ違うんで、これね。まとめて倒せるようになるから、だいぶ違うんですよね。高得点狙えるから。20万点やもんな。かなりきついよな。あ、危ねえ。あともう一体。あぶね、今一瞬見えなかったね、弾が。ボーナスステージで稼ぐチャンスですね。なるべくでかいやつを倒した方がいいってことや。一番でかいのも倒した方がいいな。おぉ、2万点ぐらいいった、今ので。はい、1アップは出なかったな。3万点、やっと4万点か。残機増えたかも。すごいなが怖いんですよね。一番最後の一匹はボスみたいなもんですよね。ごめん、こんだけやってもまだ5万点ですもんね。20万点はかなり難易度高いな。あぶね。で、アステロイドゾーンですね。あぶね。ちょっと早いんや。ちょっと早なってるんや、今回。あんまり無理するのも良くないからな。でかいのは絶対壊した方がいいな。あ、1アップ出た。
でかいの出なかったな。これクイックセーブできないからな、自力でやるしかないんですよね。ノルマ達成を。まだ8万点やもんな、半分いってないもんな。買い食いしない方がいいですね、うん、上から来た時に倒す方がいいですね。なかなかあれやな、かんな厳しいな、怖いなこれ。やばいやばい、危ね。やっぱな、怖いな、動きが嫌ですね、この敵。あーやばい、危ね。これ最後のね、1匹2匹が一番強いと思いますね。ボスみたいなもんですね。満点、やっと9万点ですよ、ここまで進んで。便利やなー、お主やるな、便利やなー。あと1匹ですね。まあ残機6機あるからな、なんとかな。最後の1匹が一番難しいよな、当てにくいし。あぶね、今危なかった。ボスみたいなもんですよね、最後の1匹は。はい、アステロイドゾーン、ここでかいの出てくれるかな。でかいの出たらだいぶ違うんですけどね。あ、来た。11万点いきましたね。お、早っ。早いのはちょっとね、倒さう方がいいな。あ、でかいのあった。あーでもちょっと無理か、今回は。ちょっと無理やな。二つも来たけど。あんま無理しない方がいいからな。12万点。12面まで来ました。13万点ですね。有野さんが喜んでくれてますよ。よし、こりゃ14面ですね。気持ちがいいですね、でもね。かなり爽快感ありますね。危ね。うわ。ちょっとな。残った敵多くなってきたな。よし、いった。でも、アステロイドゾーンですね。14万点か。もうちょっとやな。よし、でかいの来た。16万点。おお、危ね。ちょっと危なかった。18万点ですね。
いや、いけそうですね。残金あと7金もあるし。1万点ボーナスもらえるかな。あ、もらえた。あとじゃあ1万点や。いけそうですね。いけそう感ですね。すごいな。いけそう感たっぷりになってきた。でも油断して連続で7期やられんようにせなあかんな。連続で7期。あ、達成した。一気も死なずにいけましたね。はい。挑戦クリアしたようやな。まずはおめでとうと言っとくで。これでコズミクエイトの挑戦はおしまいや。ん？最後。最後は最後でも、コズミクエイトの最後の挑戦や。勝手に勘違いするお前が悪いね。次は別のゲーム調整してもらうで。はい。何やそれ、最後のちゃうんかい。がっかりやわ、しんみりして損したわ。恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしい。まあ、でも、これでコズミクエイトの挑戦おしまいや。これから挑戦気にせず、コズミクエイトが遊べるな。タイトル画面にメニューにやり込みが追加されました。タイトル画面のメニューやり込みが追加されたで、ここではひたすらゲームやり込めるんや。やり込みにゲームソフトコズミックゲートが追加されました。はい。タイトルメニューでやり込みを選んだ後、いつもと同じや。ゲームを選んでゲーム開始で A ボタンを押せば始まるで。やり込みモードだと使えない裏技があったりするけど、それはそういうもんや。やり込みとは自分への挑戦なんやで。